も私感情型の人間で、うんうん、思考がない思考がない、うん、って言うんですけど、うん、ユングはそんなこと一言も言ってなくて、うん、ユングも全員そんなこと何も言ってなくて、はい、表裏だよと、うん、一体だよと、うんうんうん、ないわけじゃなくて、うん、そのあなたが意識してないところに、うんうんうん、ごっそり、うん、ドロッドロの黒いのがあるよと、うんうん、そういうことなんですよね。多分そう思考がないわけじゃないんですよ、はい、で思考タイプの人も感情がないわけじゃなくて、はい、裏側にあるみたいな。で、うん、それが思いもしないところでボカーンって出てくる、うん、でそれはやっぱりこの思考がいいとか直感がいいとかっていうことではないと思ってるんですけど、うん、やはり内向直感未来を見据える人みたいになると、うんうん、その私は、うん内向直感だ直感であるみたいな、はいはいはい、言いたくなる気持ちも分かるんですよ、うん、その武器が手に入った感じ、あそう武器が手に入った感じとか、はい、その自分の例えばなんか自分のこういうことが悪いなって思った部分があったとしても、はい、そこにいい部分をくっつけてくれるわけじゃないですか。そうなんです。そうなんですよ。そうするとこうちょっと慰めになるじゃないけど、はい、まあ感情タイムには慰めはないんですけどねこんなまあこんな悪いところもあるけどこんないいところもあるって言ってそこをこうバンと出してくるみたいなところがあるじゃないですか、はいはい、なんて思いながら、はい、今日はあでね要はこの直感の話を出しましたがコメントでこんなのをいただいたんですよ、うん、ありがとうございます。前回の外交直感、はい、ソシオニクス外交直感の動画を上げたところでこんなコメントをいただいたんですね、うん、要は会話の仕方から見るとこの人はNF っぽいですと。この人は二等兵は僕は二等兵は NF、うん、タイプっぽいと、うん、直接関係ない例えば話の中で、うん、ああ豊田明夫さんがさ、うん、とか、うん、大谷翔平さんがさとか、うん、っていうのがどんどんあと iPhone の話とか、うん、急に出てきて、うん、続きを聞かないと、うん、ポカンの人いるよと、うん、つながらないよで戸惑っている人がいると思うと、うん、次々に人が出てきたり、うんうん、あこれって老子っぽいよねみたいな話をしたり、うんうん、っていうこういう話を心から楽しんでいるのも、うん、NF っぽいみたいなそんな、はい、いただいたんです、うんまあ、それが NF っぽいかは置いといて、うん、僕は多分よく言ってることですよね。あ N っぽいところもありますよってはいはい、はい、ではなんかあの連想テストで、はい、なんか N の人は、うん突拍子もないことを言うみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、雪と言ったらみたいな、うんうんうん、花と言ったらみたいな、うんうんうん、でも例えばなんかこの武器をつかみたい人が、はいはい、そこに行くと、うん、N になれるわけじゃないですか。なれますよ。突拍子もないことを考えますもん。考えようとするじゃないですか。そうで逆の人もいると思うんですよ。 S になりたい人。ああなるほど、うん、で僕は例えば、うん、雪はって言われたら、うん、なんて言うんだろう、それは白とかね、うんうんうん、雪は白、寒い、冷たい、うんうん、これ多分 S ですよね。 S です。 S っぽいとこですよね、うんうんうん、でも多分僕はそういうところに行ったら、うん、雪と言ったらなんて聞かれたら、うんうん、もうそれは白とか冷たいとかはいはい、はい、そんなのが出ますよ。出ますよ。それって多分頭の回転みたいなのもあるじゃないですか。なんか瞬間的にそういうのが出てくる人いるじゃないですか。でもなんかあとは、うんうん、基本なんかマジカルバナナ、はいはいはい、バナナと言ったら、うん、あれはさなんて、うん、いやいやつながらないつながらない、うんうん、負けっていうゲームを見てきましたよね、はいはいはい、だとやっぱりバナナと言ったら黄色だし、うんうんうん、雪と言ったら白いんですよ。わ、うんうん、かりますよ。なのでその定義、僕多分ずっと定義定義って言ってるんですよ。ずっと定義を言う、はい、で結局どう分類しますかってだけの話だとは思ってるので、でその連想ゲームが全てではないとは思うんですよ。普段どうなのか全てを見てみたいなところだとは思うんですよね。だからこの普段話してて、はいはい、突然こうなんかいろんなものをこう引っ張ってくるじゃないですか。僕の中ではこれはまた日本語の問題なんですけど、うん、感覚でしかないんですよ引っ張ってきてるのが、うん、感覚でつながってるじゃないですか。いや直感でそれが N っぽいって話ですよね、はいまあ、そこですよね。でもそれが本当に N なのかどうかっていうのは定義の問題だと思うんですよ。はい、友知さんごきげんよう、うん、バナナと言ったら甘い、うんまあ、甘いは甘いは次につながりますよね別に、うん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 、そうそうってなるじゃないですか。そうそうになりますよ。でそんな突拍子もない
例えば悲しいとかって言ったりするんですよきっとでそれなんかストーリー展開されて悲しいが出てくるみたいなのが N みたいな説明じゃないですか、うん、そんなの説明してもらわないと分かんないよって話そうですのこと悲しいだったらそれはもういつみさんも止めますよね坂東英二もどういうことっていうところジョージも止めますよね、はいはい、っていう説明だと思うんですよねその N の説明って、はい、でもそんなのって別に N の人でも普段そういうふうに全部をつなげてるわけじゃないとは思うんですよいやそうですね、うん、で S の人も何かそれバナナに対して そういうすごい思いが残ってたとしたら、はい、出てくることもあると思うんですよ他の人が分からなくても、ねはい、この、うん、言葉はなるべくこの未来を見据える人とかさはいはいはいやめませんってでも説明がしようがないって話ですよねきっとその未来を見据える人の反対に悪いところもあるわけじゃないですかでもなんか未来を見据えるじゃなくて、うん、見がちとかね、うん、見据えたいと思ってるあそうそれぐらいなんか見据える人になると、うん、見据えることができる人みたいじゃないですか、うんうん、ちょっと万能な感じがありますよね違うんだと、うん、見えない未来を見ちゃう人なんですよね、うん、あそうそう 見ようとしてでそういうのが得意とか書かれたりする違うんだってそう未来なんて分からないし、うん、っていうと今も分からないんですよ今も分からないです、はい、現在もはいはいはいこの辺がもうもやもやってしながらも、はい、ただまあ、今日ソシオニクス、うん、内向直感、うんうん、我々のチャンネルでソシオニクスを紹介させていただくときは、うんうん、ザヨイブログめまいさんのものを許可を得て、はいはいはい、どこかでちょっとあのめまいさんの、うん、あのセッションにこっそり参加して、はい、終わった後でじゃなくていいんじゃないですか、はい、どうぞと言ったらいいんじゃないですか終わった後で二戸ですってやろうかななんて、はい、思っておりますがいつもお世話になってますってもう本当面白い、はい、内向直感のでは、まあ、タイプによるその、はい、得意不得意とか、うん、どんなところでこの内向直感が出てくるか、うん、というのを紹介したいと思います、はい、一言で言えば時間についての直感のことですと、はい、過去から今そして未来へと、うんうん、物事がどのように進行発展してきて、うん、そしてどのように進行発展していくのかを想像する、はい、それがこの NI ですと、うん、こうした視点ゆえ NI は過去から学んだり未来を予測したりするだけでなく因果関係の把握やトラブルの予防そして最適な選択を行う能力にも関わってきますちょっとなんか褒めてますよねごめんなさい、はい、僕がこれがね何て言うんだろう自分今、うん、自覚では、うん、IEE って言われてあまり僕はそうだなとも思いながらも、はい、自分では全くそんなこと思ってなくて、うん、結局は多分 ESFJ なんでしょうぐらい思ってるんですよはいはいはい僕って、うんIEE はどこに出てくる IEE は、ね、下から2番目下から要は、はい、そこを読んだ時にどう思うかじゃないですかどう思うかですね、はい、